このスバ。なんだよダソ、こんな朝っぱらから珍しいな。実は頼みがあってさ、今日の夜リーンの誕生日会を開いてやるんだけど。もしかしてプレゼント代がないからってたかりに来たの？貸してくれるのか？貸さない。即答かよ。ま、借りた金でプレゼントしても喜ばないだろうしな。いつも世話になってるだろ。プレゼントでもと思ったんだが、何をあげるかで悩んでるんだ。つまり私たちにプレゼントを見立ててほしいということですか？そうそう、さすが理解が早くて助かるぜ。いい心がけだな。そういうことなら喜んで手伝おう。せっかくのお誕生日だしね。ハッピーバースデーリン。ありがとうみんな。まさかカズマたちまでお祝いしてくれるなんて思わなかったわ。おっと、俺のことも忘れてもらっちゃ困るぜ。ちゃんとプレゼントを用意してるからな。プレゼント、あんたが？朝からダストがうちに来てリーンのプレゼント選びを手伝ってくれってお願いするもんだから、みんなで選んだのよ。ちょ、それは言うなよ。いつも口を開けば金貸してくれっていうダストが私にプレゼントなんてね。槍でも振るんじゃない？槍なんか振ってたまるか。ほらよ、俺大したもんじゃねえけど、いつも世話になってるしな。串？お前髪長いしな、こういうものなら邪魔にならないかと思ってよ。あんたにこんな気遣いができるなんて。やっぱり槍が振るかも。槍は振らないって言ってんだろ、たく。ありがとね。それじゃあ改めておめでとう、リン。乾杯！このスバ。